まあこういうふうに描いてるわけですよね。はい、ただ私が見るところではですね、大化の改新の本当の本質を全く捉えてない見方じゃないかなと思いましたね。大化の改新自体はですね、50年以上にわたる息の長い改革でしたんで、はい、少しですね、それをこういうふうな組み立てで、大化の改新がなされましたよということでお話をしたいと思います。はい、まさに今回は日本の本当に根っこ。根っこ。ね、ね、本当に、はい、こうできてきたんだっていうところを、いろいろ先生に詳しく伺いたいと思います。はい。はい、まずですね、この大化の改新ですね、中学の歴史教科書ではどのように教えられているかということをですね、まあ代表的な東京書籍の教科書で少し見ておきたいと思います。はい。この大化の改新という部分はですね、このように書かれています。はい。645年大化元年、中大兄皇子は中富の鎌足、後の藤原の鎌足らと共に、蘇我の恵美氏、入鹿の親子を滅ぼし、天皇のもと、鎌足や中国から帰国した留学生や僧などの協力を得て、新しい支配の仕組みを作る改革を始めました。政治の中心を浪速大阪府に移し、それまで各地の豪族が支配していた土地と人々とを公地公民として国家が直接支配する方針を示しました。また、朝廷や地方の組織を改め、権力を天皇家に集中させようとしました。はい。これがまさに一般的な記述なんですよね。はい、でもこれを見ますとですね、支配の仕組みとかね、それから、権力とかですね、はい、どうもね、こういうちょっとマルクス主義臭い、うん、言葉が。ちょっと強い感じがね、しますね。はい、で、こういう支配と権力のオンパレードですね、どうも権力闘争として描いてるみたいなんですね。うん、はい、で、これが本当にそうなんですかということをこれからお話ししたいと思います。はい、それからもう一つがですね、この天武天皇の国づくりについてこういうふうに書かれてますね。はい、天智天皇の死後、後継ぎをめぐる戦い、壬申の乱に勝って即位した天武天皇は大きな権力を握りました。天武天皇は唐や新羅に負けないための国づくりを目指し、中国に倣った律令や都、さらには歴史書を作るように命じました。また、政治の中心を飛鳥地方に戻しました。ということでですね、なんかいかにも中国のモノマネをして統一国家を作りましたというような書き方なんですけどね。はい、これ本当にこうなんですかということですよね。で、この大化の改新とは何だったのかについてですね、まあ教科書で言っていることをまとめますと、要は権力闘争と中国の模倣だと。なるほど。はい、で、蘇我氏を滅ぼして天皇が土地と人々を直接支配する仕組みを作ったと。うん、それともう一つは中国に倣って律令、都、歴史書を作ったと。うん、まあこういうふうに描いてるわけですよね。はい、ただ私が見るところではですね、大化の改新の本当の本質を全く捉えてない見方じゃないかなと思いましたね。で、これからお話しするのはですね、この大化の改新というのは日本国の形を確立したんだと。現代でもにもつながるようなですね。で、これをこういうフレームワークでお話ししたいと思います。まず、トップにですね、日本国の目的とあります。はい、これは大御宝を鎮めしと。要は国民が安心して暮らせるような国を作りたいと。これが日本国の目的であります。で、そのための原則としてですね、万世一系。これもちょっと、広告士官みたいな言葉でなんですけども、実はこれは国内を安定させるための大きな柱なんですね。それともう一つは独立国家ということで、外国の属国にはなりませんという原則なんですね。はい、こういうことで、うちには安定、外には独立という、この二つの原則を立てたのが、この大化の改新だったと。で、これをですね、単に抽象的な原則ということじゃなくて、日本の昔から伝わってきた神話に結びつけてですね、こういう国民を安心させるような、という使命はですね、天照大神の子孫、が託されたことなんですよと。で、その天から地上に下ってきた皇室が、これをまとめるんですよと。で、その天照大神以下のですね、神々に日本国のですね、安寧を祈るんですよと。で、そういう役割をするのが天皇というね、人の役割なんですよと。それからそういう風に成り立っている国が日本なんだと。日の元の国なんだと。こういうですね、考え方、物語が確立したのがこの大化の改新だったわけですね。50年以上もですね、渡る大きな改革だったのでですね、はい、その今のフレームワークでいくと時間がこうあちこちこう前後しちゃいますんでね、それで少し初めに年表でですね、この流れは見ておきたいと思います。はい、で、まず593年にこの聖徳太子がですね、摂政に就任されて、簡易12回とか憲法17条、三教義章、はい、随英国書を出すということでですね、実はこれが今言ったフレームワークのですね、基本設計になってるわけですね。聖徳太子が考えられたこの基本設計を大化の改新で実現したという位置づけなんですね。で、推古30年には太子が公議をされまして、それから628年にはですね、女命天皇。この時に蘇我の恵美氏はですね、太子の後継者、お子様で、山城の大江の王という方がいらっしゃったんですけども、この人を避けて、田村の巫女にを擁立して女命天皇というふうになりました。で、この女命、642年ですね、女命天皇が崩御されて、次の天皇としてはですね、この女命天皇の皇后が即位されたんですね。これが皇極天皇ということです。で、この時にですね、蘇我の恵美氏の子供であるイルカがですね、はい、山城の大江の王一族をですね、滅ぼしてしまったと。ということで、太子のですね、ご子孫は今いないということになっちゃうわけですね。で、そういうふうに、蘇我氏がですね、戦を振るっているところに、この645年ですね、一子の変ということで、中野大江の王子、中富の鎌足らがイルカを中殺して、恵美氏は自殺をしたということで、この蘇我氏のですね、一族が滅びてしまったわけですね。はい、で、この時に、この皇極天皇のですね、弟様にあたられる軽の巫女という方が即位されて、皇徳天皇ということになるわけですね。で、中野大江の王子はですね、摂政ということになります。で、その次の新しい新年ですね、大化の2年、この正月元日に改新の詔というのを出しまして、これで、これからやっていく大化の改新のですね、大きなビジョンを打ち立てるわけです。で、そこで、公地公民制などの新しい政策をですね、打ち出しまして、ここから実行が始まるわけですね。ただ非常に大きな改革でしたんで、これもものすごい長い時間がかかりまして、半世紀以上かかってるわけですね。それから655年には、皇徳天皇が崩御されてですね、先帝の皇極天皇ですね、がもう一回、こう天皇に返り咲かれるわけですね。それから、ただこのあたりでですね、半島情勢が非常に危うくなってきましてね。はい、で、661年、斉明天皇7年には、百済が滅ぼされてですね、それを復興したいということで、援軍要請が来ましてね。で、これを捨ててはおけないということで、救援軍を派遣しまして、これはもう天皇がですね、非常にお年を召された女帝だったんですけども、御自ら九州まで行かれましてね。で、そこで亡くなってしまわれるわけですよね。で、この663年には白村江の戦いに敗れましたと。で、これから逆に、唐とか新羅が日本に攻めてくるかもしれないということでですね、水木、山城というようなことで国家の防衛を固めるわけですね。この辺で、大化の改新が少しですね、こういう外からの危機に対応しなくちゃいけなくなって、少しこう足踏みしてしまうわけですね。で、またこれの国防の一環としましてですね、都を移すわけですね。はい、これが、大津の、琵琶湖の西岸の大津に、遷都します。これでまた諸豪族がですね、非常にこの反感を持つわけですけどね。で、668年に、ようやく天智天皇が即位されまして、元年になるということで、はい、それから天智3年には庚午年爵というですね、戸籍を作ります。うん、それから近江領を制定して、それからただ671年にはですね、天智天皇が崩御されてしまうということなんですね。で、この後ですね、天智天皇の弟様の天武天皇と、お子様の大友の巫女、はい、でどちらが天皇になるかということで、壬申の乱というですね、この古代最大の内乱が起きます。で、これに勝たれた天武天皇がですね、大天の巫女がその天武天皇として即位されまして、ただ幸いなことにですね、この大天皇皇子は、今までその天智天皇が進めてきた改革をですね、さらに徹底して進めようとするんですね。このさらに国史を編集、編纂するとかですね、藤原京という新しい都を作ろうということで、その予定地を選んだ。あるいは、飛鳥の清見原律令というですね、さらにアップデートされた律令を準備するということだったんですね。で、この天武天皇が686年に崩御されて、この天武天皇の皇后ですね。これは実は、右側の系図を見ていただきますと、天智天皇が38代ですね。はい、39代がですね、この、大友皇子が、即位されたという説とされてないという説とあるんですけども、ね、一応、公にはされたということで39代。で、40代の天武天皇。それから、天武天皇皇后がですね、後の持統天皇ということで、この方は天智天皇の、娘様に当たるんですよね。持統天皇がですね、草壁の皇子というね、お子様に、託そうと思ってたんですけども、実はこの方が早く亡くなっちゃいましたね。それでそのお孫様の42代、文武天皇に、バトンタッチするわけですね。で、この持統天皇はですね、この天武天皇から託された、いくつかのプロジェクトをですね、さらにとことんやり遂げてですね、藤原京を完成させて、そちらに遷都すると。それから697年にはようやく持統天皇が皇太子の兼御子、文武天皇が成人されたということで、ようやく即位がされてですね。それで、702年には、文武天皇から遣唐使が再び派遣されたり、大宝律令が出されたり、ここで太上天皇が崩御されたと。これが一応、大化の改新のですね、非常に大きな流れなんですね。その3代にわたるですね。よくブレずにそうなんですよ。中にね、この壬申の乱という大きな、あれは、内乱はありましたけども、考え方としては、やっぱり聖徳太子が描いた基本設計を、この天智天皇、天武天皇、持統天皇と3代にわたってですね、ずっとこう、深掘りしていったという感じなんですね。そうですね。時もさることながら、中でもいろいろあったわけで、歯車が狂っちゃうことって大いにあった状況の中で、よく前へと進みましたね。海外での戦乱もありましたしね、内乱もありましたしね、そういうものを乗り越えて、この日本国としての大きな改革がなされたという非常に重要な時期だったんですね。いかがでしたか？良いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価、ぜひともお願いいたします。